皆さんこんばんは。夕方のひととき、いかがお過ごしですか？フルーツラジオ高金久美智子です。今日は癒しについて御言葉を開いてみましょう。詩編103編3節、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し。人生において多くの人が様々な病の癒しを必要としています。身体的な病もあり、精神的な病や霊的な重荷、圧迫、トラウマなど、どんな時代にも人々は病によって苦しみを抱えています。医学の進歩によって治る病気が増えてきているのは本当にありがたいことで、すごく感謝なことです。人を創造された神は人の体や心についてよくご存知です。どんな新種の病気が出てこようとも、神はすべてを知って、すべてに対処できる神には不可能はありません。聖書の中には、イエス・キリストが癒しを行った数々の癒しのことが記録されています。ルカの福音書9章11節。それでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになった。イエス・キリストはあなたの病を癒してくださいます。どうぞ聖書にあるイエス・キリストが行った癒しの数々を読んでみてください。あなたの病がイエス・キリストの御名によって癒されることを祈ります。それではフルーツラジオ、今日はこの辺で、さようなら。